フォーカス N シーズン7、106回戦の模様をお届けいたします。司会実況は私水越京子が、解説は藤島健次郎プロが務めます。藤島プロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速対局と参りましょう。フォーカス M シーズン7第106回戦、当杯の開始です。ルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。打順はちーちゃより友竹、なんちゃ阿久津、シャーチャ魚谷、ペーチャ二階堂、こちらの並びでスタートします。トン一局ドラはチーソー。改めまして藤島プロ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。阿久津さん赤か。はい、ドラチーソーで阿久津がドラ含みのメンツが一つに赤もありますね。さあ二階堂は、はい、カンちゃんペンチャ多い形、玉竹ドラが1枚、うん、はい、そうですね。ちょっとどういうふうにまとめていくかみたいですけどね。はい、こちら数万から切り出していきました。3色見てるかな、靴は。はい、まあ、ただ靴さん圧倒してますね。はい、大谷さんも今ドラが来たんで、はい、ドラ含みのメンツが一つ、もう一枚ドラが、ちょっと裏目かな。3万は、はい、数万3万と川に並びましたが、うん、これ赤赤ってことでトン切りの目いっぱいにしましたね。はい、靴さんは赤赤ドラの、はい、友竹はトンを切っていきましたが、すでに場に2枚切れでしたね。うん、あ、これでイーシャンテンですね、大、はい、谷さん。大谷、バンツで一つ完成してイーシャンテンです。二階堂、ペンチーソーネックとなりそうですね。まあ、青木さんはかなりもう明確な受け手なんで、はい、そんなに、あ、これ難しいよ。はい、ドラチーソーだけど、ええ。ドラ表示にね、1枚あるから、効率ならね、ドラ切りなんで。あ、ドラ、うん、ドラですね。これがいいんじゃないですか、これで。ここは効率を追ってのドラ切りでした。うん、赤が来たことでね、もう打点は確保されたってことで、はい、効率重視できましたね。まあ、馬ちょっと痛いね。どうするかな。どうしますかね。ここは馬手元に残しましたね。シンプルに行きましたね。あ、はい、ターマンが一番嬉しい。あ、嬉しいですね。もうこれは形決めましたね。はい。さあ、大谷もいいシャンテンです。友竹はちょっと手配まとまりにくいか。あ、リーチだな、これは。はい、連敗しました。ローマン引きです。スーチーピン待ちでリーチです。リーチピンフ赤赤ドラ、魚谷さん押してきますね。魚谷も赤とドラのイーシャンテン。さあ、友竹は、はい、ここは現物のイーピンのちょっと受け気味かな。なあ、ションパ、はい、1枚切れか、1枚切れの範囲でしたけど、さあ、阿久津の待ち牌のスーチーピンですが、残り枚数は、ここに来た、あ、今ここに1枚、残り4枚です。まあ、親の現物にね、スーピンとチーピン1枚ずつありましたけど、はい、その前に魚谷さんがね、5巡目にドラのチーソー打ってることで、まあ、結構魚谷さんに速度感がある。はい、だったら、あ、魚谷転敗、いった、はい、ロピ引き入れまして、管理暗装で追いかけリーチを打ってきました。大谷確か親にあんこだった、ここか、1枚だけ。まあ、ただね、そのイーソー1枚切れてることと、はい、阿久津さんの先制リーチがあったことで安全度とちょっとよく見えるってこと、はい、うん、だから管理暗装になる人が一番多いと思いますね、これはね。想像の下の方がいい感じに、うん、やっぱよく見えちゃいますよね、これはね。はい、うん、そうね、阿久津さんの6巡目に3走打たれてて、阿久津さんの2巡目に1走、親だけちょっと分からなくて、うん、その親にあんこに入ってるパターンなんで、結構しょうがないかな、これは。ただ1枚いる。はい、1枚います。だがやはり数値ピンの方が残り枚数が多いので、どうなることやらですね。うん、3万振り点だけど選択、はい、どうするかな。七万は先生に打ちづらいか、数層になった、はい、中筋ね。数層、なるほど、1人現物、1人中筋、はい、
さんも慎重にやめていきますね。はい、キューピンは2人に通ってる。さあ、どのような形で決着つくでしょうか。3ピンも通ってますね。はい、マークス戦有利だけど、このまま回しながら、まだ隣まだいるよね、スッチーピンね。はい、スッチーピンもリャンソンも上がりがございます。あと妻1回ずつ、谷さんの補充はない、はい、妻上がりもなかった。これで次、あ、チーピンここに来た。そして次が吐いて、まだそれぞれいるけど、相手は引き分けか。二人とも高打点のリーチでしたが、流局で終わりました。こちら魚番、親番が魚谷。うん、まあね、そう、魚谷さんのところに現物になってたりしたら闇手の選択もあったけど、はい、まあリーチ選択が普通ですよね。はい、なるほどね。さあ、ドラーチーさんになります。阿久津はピンズで一メンツ、魚谷はイーソーがあんこ、二階堂はメンツ、あ、メンツがパーピンがあんこでありますね。まずまとまってましたね、阿久津さんは。はい、あと、またけ、マンズで一メンツ、こちら、ウーマンから切り出していきました。ともたけは、ちゃんと狙ってのウーマン切りでしょうかね。本当ありますよ、ともたけさんの場合は。ちゃんともあるし、はい、なんか普通に組むのが好きじゃな、あの、好まないので、ともたけさんは。ね、普通の、まあ一般的にはウーマンはこの形からだとこれですね、一通とかがあるからまだ打たれないとかあるけど、ちゃんと、まあそうですね、自敗重なって、まあ本いつもなくはないのか、字が序盤に2個重なったりしたら、あ、アキさん、シャーチャーでシャー重ねたかな。はい、ドラが来た、シャー2枚目、動きそうだね、ね、そうだね、はい、後ろで目いっぱい。9万引きでチャンタが見えてきたでしょうか。見えてきましたよ、見えてきましたね。まだちょっと遠いけど。さあ、ウォータにこれは統一で2区か、メンツで2区かの、ですね、はい、6ピンの統一落とし、ね、うん、5ブロック、はい、しましたね。二階堂、嬉しい、赤馬引き、打点アップです。うん、これで満貫までありますからね、ドラ受けあるし、はい、赤赤ドラの8000が見えてきましたね。はい、ようやく両面ターツができたけど、うん、あ、ただウーマンもお帰りしてるのか。これでまだ一通のパターンもあるね、友竹さんは。そうですね、はい。と、阿久津さんのとこにチューンが来た。これはね、魚谷さんチューンはもうポンの構えでいるんで、うん、打ち出されたら多分ポンになる。はい、あ、阿久津さん選択、ウーマン一切れ、うん、ただ6球の方をそうですね、はい、重視するんでこうなりそうですね。はい、マンズの上の方で両面を作ると、受けだったら外に寄せておいた方が上がりやすい。はい、そうですよ、ナチュン打たれましたよ。はい、このチューンは大谷が仕掛けていきます。まあ、初で目いっぱいだと思います。あ、目いっぱいしないんだね。初手元に残して、これは秋さんを経過してでしょうかね。うん、2枚切れ、自分で1枚切ってて、親の現物っていうのもありますね。あ、友竹さんインシャンテまで来たけど、馬にポンが入る。はい、テンパイ、はい、でドラも3枚山にいるかな。スッチさんめちゃくちゃいる。そうなんですよね、そう、スッチさんめちゃめちゃいるんですよ。4枚、7山、うん、ドラ筋が7山とかあんまり効かないやつですね。うん、さあ、ですが、魚谷とは靴もいいシャンテン。うん、初期使った。まあ、レアンソがすでに危ないってことでしょうね。あ、友竹もいいシャンテンだ。あ、7、8、9の3色のいいシャンテン。6と9変えてますね。結局、上の3色に落ち着きましたね。あ、靴、はい、さんいきましたね、ドラ受けだけど。でもさっきドラ3枚残りつったから、靴、はい、さんの勝ちもあるんで、これはね。で、魚谷さんは完せず、秋さんは現物の急須をつもぎり、はい、そしてトモタケが大きな手のイーシャンテンですが、A は2枚切れだった。トモタケはパーピンがネックになっちゃってるんで、大谷さんも追いついた、今しかも3層が通ったんで、はい、安全に追いついた、はい、こ
これは3人転敗。ヤンマン対スチー相対カンチー相。お、パス。友田くさんもう一度だ。じゅんちゃん3色来ましたよ。あ、だけどリャンマン当たりだ。これ当たり1000金2600。あ、2000か。はい。いや、面白い曲になりましたね。はい、全員十分に。街が山にいてのめくり合いとなりましたけど。はい。親番流れまして、大谷が親となります。ドラマチーマン。さあ、大谷は総つで一メンツありますか、うん、いいですよ、なかなか、はい。大谷さんも今はね、こう、やっぱ目いっぱいにせずね、スリムにしたの結構英断でしたね。うん、はい。またけドラブ組メンツが一つ。靴もマンズで一メンツ。一色まで見たいかな大谷さんは。はい、ソースが多い。番は変わってて今アキさんの切り番で止まってますね。はい。そうですね。はい。さも悪くないね、はい、特に目立って打点が高そうな方はいないけど、まあ秋さんが仕上がれば高いんじゃないですか。あ、うん、ここも仕上がれば高くなる可能性を秘めてる、はい、それで大谷さんもこれ本一番組に数ピン、普通にするにで、あ、でも急速切って、はい、パーソンが2枚切れた後でしたか、うん、じゃあ本一というよりかシンプルに親だしね、メンツで組んでいきたい。友達も今形が良くなりました、うん、またぶつかる可能性結構大ですね。あ、これでいいシャンテンですね。アキ、はい、さんが本一まで出てきましたね、これはね。はい、アキさんをさばき手にしたポンしてくっつき、いいシャンテン。うん、友達さんが動いた、はい、まで仕掛けてきました。していいシャンテン、サブロビンとウッパーソー後継のいいシャンテン、あ、靴はくっつきのいいシャンテン、そいつ2枚切れですね。はい、親番の大谷と形のいい秋、これ目いっぱい持ちましたね、はい、ハーピンがポンできそうっていう馬強になってるっていうのがありますか。これはね、はい、これ言うのも分かれるんですよね。目いっぱい持ちたくない人、持ちたい人、持ちたくないけど持つ人、いろいろ分かれますよ、これは。これはもうその時の判断によって変わります。はい、あ、でもくっついた。はい、転敗しました、靴。で、大谷さんは三層添えてって縦に来たんで、シャーシャーですね。これ単位を含みにしました。はい。秋さんはレアピンが入ったことで本一はやめた。ーパーマンの統一落としで、シンプルなイーシャンテン。さあ、靴はスッチーソーで転廃しています。これで目いっぱいですね。ただ打点ないんでポンテもありそう、はい、大谷さんは。あ、あ、これで転廃だ。転廃ですね、はい、2回とスッチーマンでリーチを打っていきました。スッチーマンが2枚山、はい、そして数万がなんと丸ごとまた山ですね、うん、さっきと似たような感じ、うん、6位山。スッチーソーの方は結構少なさそうですね。結構少ないね、大谷さん。ここだもんね、まずね、はい、残り2枚、まあ、でもまだいるか、1枚ずついる残り2枚いますね。なんだ、テンパった。サブロピン追っかけだね、これね。大谷も数枚引いてサブロピンで、ね、数枚を吸収してのサブロピン、はい、しました。サブロピン、サブロピンも結構いるよ、これ。サブローピン、トマタケのマッチもサブローピンで、サブローピンとスーチーソーと6山対6山、そんなことあるのそうか、トマタケさんもサブローピンだもんね。はい、さんはプッシュした、ね、ますね、はい、いや全員転敗、激アツ。サブローピン2人とスッチーマン、スッチーソー、はい、これは決着がつくか。いや、すまんだ、うん、これはアキさんに軍配でした、ね、はい、ここはアキの上がりとなりました。リーチ赤いち2600点。柔軟でしたね、はい、本一一本にせず、レアピン引いてからの、はい、そこからも選択あったんですけどね、パーマンをチョイスしたことで4枚目のイーマンを引き入れての、はい、両面リーチでしたね、はい、先
に仕掛けた2人にこう対応しての柔らかさという、うん、対応も若干あったとは思いますけどね、はい、さあ小山明となります。ドラワトン、ロマンだって友竹さんの面面面面、はい、いいシャンテンでした。さあ靴も2メンツある状態、手札には初が統一、赤も1枚ある。これちょっと選択でしょうか。キューピン、キューピンとかあるのかな、ね、リーチの目は面白くないから先にニャンミン決めるってことなんですか、はい、なるほど。ピンフがね、つく可能性がこれで高まりましたか。はい、統一が4組か。とりあえず一旦シンプルに進そうだけど、チートイツの道は残していきそうですね、アキさん。トタケさんは、はい、チーソーも切って、はい、両面固定で。トタケさんはちょっと形が重いんだけど、はい、初どうするかね。はい、トップ目で初動いていくかとか、はい、うん、まあ、形的にはね、動かない形に見えるけど、動かないとか動きづらい、トン、ドラのトン浮いてるし、あ、アキさんはね、これでチートイツイシャンテンだから、はい、もうほぼチートになりそう、はい、二階堂はチートイツイシャンテンで赤もありますね。まあね、今赤引いたんで、はい、想像がちょっと揺さげに見えるということで、ま、はい、ローソー一枚切れたけど残しましたね、はい、さあ、トマタキイシャンテンがシーソーパーソーってことは、今ね、やっぱり6級層がね、4枚切れになっちゃったことが、ちょっと気に食わないってことだと思いますね。はい。と、じゃあ、残したローピン周りの何かくっつきが、早速数ピンが。あ、ドラ重なった。これは一気に勝負点になった。谷ドラ重なった。ドラ大谷以外は持ってないんですよ ね、 そうですね。あ、ただアクスさんがイーシャンテンになったけど、はい、イーマンが2枚切れだったのか、ジャンと欲しい形でしたけどね、うん、イーソンのボタンは残さないっていう選択にしましたか、はい、一気に、はい、この初は単用までつけてやろうってことですね、この初は、はい、まあ、当然ですよね、これはポンしますよね、両面リャンカンですよね、はい、両面リャンカンのイーシャンテン、あ、テンパイだ、お見事、はい、二階堂パーピン引き入れてローソーでとりあえずの短期でしょうか。ソーズがめちゃくちゃ安いのでローソーを狙うと、そして友竹も天敗、これはどうする、リーチ打つんじゃないですか、打たず9ピン切って、はい、ピンフぐらいつけようって、もしくは面単ピンまでになればもうめちゃくちゃ嬉しいってことか、はい、まあ、待ち返せず、テンパイ、タイヤのみだけど、はい、アクツもスーソーとユーソーの、まあ、ソーズの上を持ってくれば単品ペコに手返するんで、はい、この仮点は取るんじゃないですか、はい、二階堂はドラ短期のチートイツに待ち替え、闇点に構えます。このドラは魚谷がドイツ単品で受けたと思ったくさん、あー、そうか、インスソーがね、はい、あんまり強くないっていうのもある、まあ、イーシャンテン、イーシャンテンですけどね、初加冠するかどうかですね、これは、うん、加冠しました。いいじゃないですか、シンドラは3層乗りましたね、3層1枚ピンズのね、リャンカン選択があるから別に赤切ってもよしになりましたね、はい、これはね、はあ、さらに打点アップ、トマタキはちょっと受け気味、さあ靴も、はい、闇点で怖いけど切るならリーチみたいな、はい、まあ、今ちょうどね、場にローソーが3枚、あ、まあ、アキさんローソー短期しくっちゃった形ですけど、はい、スーソーウーソーが結構良くなったんですよ。ああ、何これ、いや、一発だ、阿久津の上がりとなりました。リーチ一発、単野赤、裏ドラも1枚、まあ実際ローソー3枚見え、はい、3層も3枚見えなんで、はい、ウーソーそのものが結構もうワンチャンスでした。あ、これはじゃあ、まあ、これは阿久津さんの狙いにこうはまっちゃった形にはなりましたけどね、ちょっとね、ドラ短期で自分もテンパってたんでね、やめづらかったですね、うん、もっとやめやすい牌だったらね、多分阿久津さんもドラ短がね似合わないからやめれたかもしれないですけど、いい街になったところで、まあ、これ今の阿久津さんの、あのね、リーチを
褒めるべきというか、はい、そのリーチに行ったタイミングがやっぱりそうですよね、うんうん、その仕掛けに危ないチームを持ってきたタイミングってことと、はい、ウーソーとスーソーが良くなったタイミングでもあったということですよね。この辺はね結構こうちゃんと見えてるというか、うんうんうん、反応できてるというか、うん、そういうのは見て取れますよね。阿久津さん、はい、いいプレーだったと思いますね。はい、7一曲ゼロ本場、親は友竹です。ドラは何？さあ靴ピンズで一メンツ、大谷はドラが1枚、今スーピンが埋まってピンズで一メンツ、そして二階堂ウーソーとパーソーがあんこで、うん、縦かね、はい、まあ、よくは本一まで見たい手なんですけど、まだちょっと重たいですね、はい、さあ大谷ピンズが伸びそうか、ドラが手余りしてるんで結構話し時は難しそうですね。大谷さんは、はい、まあ、それは友竹さんにも言えますけどね、友竹さん親番なんで、はい、これは選択ですか。うん、3万ってことは今はちゃんと固定、さあペイ重なって、ペイ重なりましたね、はい、これは狙い通り、はい、と数アンコも見える、数アンコ、まあそうですね、数アンコもう見ていくはいきますよね。玉竹も赤が1枚あって、あ赤ウソ引き、ここでドラを手放した、なったね、そうですね、赤引きなら一気に勝負手なんで、ノーマン切りましたね。お宅さんはドラはせず、まあ、こちらはね、はい、まだメンツがないってことが大きいですかね、うんうん、まだドラ重ねも狙ってるってことですね。はい、3ピンつむぎりは1枚切れてたのか、3ピンが、あ、うん、そうね、後々のゴルチ変化もあるけど瞬間枚数をまずは取ったって感じ、はい、あ、これチートイツだと思ったけど、はい、ただチーマンポンでトイトイですね、アキさんは、はい、トイトイのイーシャンテン縦重なり待ち、ペイはまだ切られていない、うん、ションパイですね、山ですね、はい、これで、さあ、はい、これでゴロチもローピンから打つか、イーピンから打つか、目いっぱいはイーピンだけど、はい、ゴロチを色濃く見るならローピンから、はい、あ、ローピンからしましたね。福士さんはちょっと今回重たいかな。そうですね、ちょっと満足あたりが、うん、満杯をもう2枚抱えてのね受け進行ですね、福士さん、この辺メリハリ効いてますよね。ちょっとなかなか重ならない、まあ、ペイポンできればね短期の転廃になるんですけど、はい、受けの人とチートイツの人がいるので、はい、結構ペイもね、おいそれと打たれる配置、ああ、これは大谷さんリーチですね、休め引きながらリャンパーピン残りならリーチで文句ないですね、はい、はい、大谷リーチといきました、リャンパーピン一発キャッチだ、はい、一発キャッチの秋、秋さんはね本当によく一発で掴んじゃう人なんですよ、さっきのウソもそうだし、はい、今回のリャンピンもそうだし、しかもねリャンピン途中までね残してた牌なんだよな、そう、一枚切れになったからね、はい、リャンピンの方しちゃったけど、まあ、ただテンパったら勝負の構えの可能性は高いですね、買いますかね、分かんない、うん、振り点だもんね、そうなんですよね、行くんだったらリャンピンはですちゃう感じに、その前に魚谷が積もるか、友竹はどうでしょうかね、うん、こっから狙いだけど無筋があんこっちゃった場合は、はい、結構もう順目も兼ねないで折りになりますね、はい、一応中筋から打っといて、もしかしたらね地層が通るパターンに備えて、うん、天敗だけでもってことだと思いますけど、はい、
つもですね。はい、パーピン積もりました。宝物って漫画ですね。はい、リーズのピンフ赤浦で2004戦。さあ親流れて今度阿久津が親番となります。ドラワシャさん結構いいな。はい、ソースデフタメンツ赤もあります。飛ばしたいけど、はい、ね、はい、アクツドラドラ、ね、はい、トンを早速仕掛けていきました。ドラドラなんですよ、アクツさん、はい、だからトンは動く一手だったんですけど、初だから動けたのはかなりいいですよね。ただドラドラだけど形が悪いのでね、はい、そうですね、残った形がペンちゃんとカンちゃんが多くて、かみちゃんの友竹さん結構絞り結構こういう時してくるんですけど、はい、今回展望があまりないので、攻める手だったらまあ泣けそうとは思いましたが、あまり手配が良くなかったですね。そうなるとあきさんが有利かな。はい、となると玉竹が1枚持ってるドラはちょっと出てこない可能性が、まあさすがに後回しにはなりますよね。たくさんもツモがあんまり良くない、ちょっとペンチーソーがネックになってますかね。いや、ペンチーソー今急走引いたんでペンチーソーはもともとなかったんだけど、はい、早くジャントが欲しい。あ、ボタニさんもまずまずの形、9万かな、これは1枚切れでしたね。はい、一応いいシャンテンにはしたか。あ、靴もいいシャンテンですね。あ、ウーマンの方にしたってことは、はい、ピンズの、はい、本一まで見てますね。ちょっと強欲なウーマン切りですね。玉竹はピンズ、チーあるか、うん、あ、チーピン残すけど、キューピンの食い伸ばしとかしないってことね。はい、うん、自然になったらって感じですかね。まあ、2ピン引き戻したけど、サブローピンの二度受けにもしない、はい、うん、まあ、純粋に自分のツモでパーピンとか来た場合にチーソー、キューソーのパターンを残したチーピン残しだったんですね。で、ここでなんかやっぱり、はい、ウーマンお帰りで今度はチーピン切りましたね。そのパターンがそのキューピンが3切れになったことでちょっと弱くなったんで、あ、はい、ソースがすげー来てる。二階堂が、はい、ソース伸びています。シンプルにしっかりゴッパー上がりましょうっていう風になりました。あ、うわ、ウーマンかさ、でもウーマン自分で来てるんですよね。パンパーソーが別に良くないから振り点のシャンポン残しますか。いや、あ、残さない。から切ってあくまでもカンパーソーとサブローピンだけど、道中でウーマン周り引けば小さく急走のプランですね。あ、プランが見事に、うんうん、これで後継のリアメンリアメン。本谷さんもようやく行って進んだけど、チーソーで動いて一色を考えてますね、アキさん。ちょっとテロップが、あ、テロップじゃない、あの、はい、あの画面が、あ、アキさんの方になってました。仕掛けました。はい。これで、数ピン、3ピン、3ピンから。チーズのこれでいいシャンテンです。うん、ヤンソーのくっつき。急走急走小さでいいのか、うん、さあ引けるか。うん、友竹はどうしましょうかね。やっぱりね、はい、責任感強いですね。ラス目でもしっかり受けて手順でやってここまで来ましたけど、でもついに今切られた3品は同順なんで、合わせ同順か、手出しが入ってないからあれですけど、通った牌を3品を打った形にはなりましたね。はい、これで阿久津に転敗。これだとね、阿久津さん有利ですよ。だってスッチマに見えないですからね、これね。そうですよね、かなり早い段階でウーマンが切られているし、さあ靴に満貫の天牌入っています。
しりとり中心点まで来た友竹さん。はい。さあ、こちら数値マンですが、山には何枚？2枚かな、ただ。ここに数万統一、大谷さんに1万統一なん で、はい、1枚ずつ切れてるので、山には2枚です。はい。大谷さんは、形式転廃を狙って、想像を打つつもりがないので、はい、3層を使い切るために食い伸ばした格好ですね。これで一応転廃ですね。はい、ウーソーローソー、シャンポン。はい、二階堂、チンツ、赤市、ウーソーローソーのシャンポン待ちですか。ウーソーがなしでローソーが1枚。これは阿久津と二階堂の ね、戦いに。だけど、ただ3万、はい、安全にあくまでも行くってことですね。経点は入ったけど、3万は打たないってことですね。やっぱマンズ周り警戒してるんですね。この辺は大谷さんさすがですね。はい。うわしこも天杯取り切った。そんな歴史のシャンポンで、あ、これで待ち変化。はい、これはまあサブロ急走。はい、さらに良い待ちとなりました。二階堂、本当にさんのとこにチーマンが来た。うわ、急と一応変えますか。はい、チーマンが1枚、友竹がキャッチで入って、これはなんだ、6万。いや、これちょっと危ないかも。取り切るならチーマンになっちゃう。あ、ここは靴の上がりとなりました。トンドロドロ赤入って12000点。まあ五谷さんもその、はい、ウーマンの2枚目の手出しが、はい、多分赤ウーは持ってるような手出しに見えたから、はい、マンズメンツがあることは分かってたけど、待ちになってる可能性はそこまでではないと思ってて、で一応念のため3万をやめたんだけど、3万やめたから、はい、まあスッチマンどっちか打つな、スッチマンサブロマンどっちか打つならまだチーマン打つのが筋かなっていうことだったんだと思いますね。なるほど、ちょっとこの牌の並び方のいたずらみたいのもありましたよね。はい、ああ、うん、その想図はやめるし、はい、あと阿久津さんにあと 何筋残ってたかありません、わからないですけど、阿久津さんに通ってないマンズ以外の無筋も多分やめるつもりだったんですよね。もっと慎重に打ち回していきましたけど。そうですね、ちょっとよりによってで、はい、あたりからは結構慎重だったんですけど、1杯打てば先輩料だったんで、今回は、はい、さあ何局です。本一ですよ。はい、阿久津が白が統一で想図が多い格好で、阿久さんもマンズ本一、はい、これはね4枚目のチーマンが出たんで、はい、本しやすいですよね、これはね。いいシャンテンで初友達浮いてますけれども、この手格好だと初出そうですよね。打ちますよ友達も。はい、シャンテン、いいシャンテンなんでね。はい、まあ、友達さんは1日3か2差しどっちかにはしたいと思ってるはずですね。だからまあそれ以外の、はい、あ、天杯だこれ、取らず、はい、ロータに転廃しましたが、はい、ここはほぐしていきました。そうか、浮いてるのがあとドラなのか。阿久津3万切らずに残しておきましたね。あれ、あ、違うな、阿久さんが動いたのってカンパーワンでしたね。ごめんなさい、4枚目のチーマンとか言っちゃったけど。なかなか初出ないですね。出ない、はい、そしてドラもなかなか、トマタケが1枚持っているのみで。じゃあトマタケさんドラ重なりもあるってことだね。はい、これは選択ですね。くっつきの枚数、天杯枚数だったら2万だけど2差しの3色もある。
あ、でもリアマン切ってきましたね。効率重視と。はい。まあ、換算層のイペコとか残っても打点的に見合うってことですね。はい。あとマンズが高いからやっぱりリアンワン両方のくっつきにしとくのは結構不憫だったこともありますね。これはね。はい。ドラが来た。どうする。ああ、じゃあもう一周から調べるってことね。さあ、マンズ引いた。これは、チーツもあるっていうのと、一応パーマンの受け入れがある。はい、で、キューマンはかなり安全な牌ということで持ちやすいっていうのもありますね。はい、あ、さあ、テンパイ。いや、嘘なら、リーチいきますか、言った。さあ、リーチといきました。カバには切れてない、自身で3枚切ってるアリアン、持ってるアリアンメント。あきさんがね、マンズの一色やってるのは分かると思うんで。はい。リーチ行きやすいアレン面でしたね、これはね。アキさんはちょっと行って受けた形ですか。さあ、ブロマンが薄くなっちゃったのもあるかな。あともう初の開けてカンパーマンなら勝負だ。はい、ええ。これでカンパーマンの転敗。握れ2枚見えだけど、ちょっとよく見えるもんね。2人の共通筋。うわ、これは見事、アキさん。二階堂の上がりとなりました。初本一3900点。いえ、これもすごいね。だって小谷さん一回も積もれなかった。はい、トマタケもずっと初切らないで抑えていたんですけれどね。いや、もうそれで局面が結構ね、あの深いとこまで行ったんで、トマタケさんの初を絞ってたの結構見事だったと思うんですけどね。はい、さすがに2軒に挟まれて出だしもあったってことで、はい、あそこのタイミングは打つのが普通ですよね、多分ね。パワー1の安全度もそんなに、まあ結構安全に見えますからね。風呂が上であったんで、はい、結構仕方ない方針に見えました。ここはなさそうといったところの、では何三局ドラーペイになります。親は魚谷選択。はい、メンツが4組なんですけど、ね、まあ、メンツですね。はい、ね、6球ピンを決めましたか。はい、サーク2、ハクとハツが統一。そうですね、ソーズでも1メンツ。ウオタニは統一系の手配子。あ、トモタケは何が統一。ちょっと重たいね、トモタケさんは。あ、ワクツはもうドラを手放していきましたね。もうここはスピード重視。そうですね、打点はあんまりいらない状況。親がもう落ちてトップ目で、この大谷さんの親を落とすことの方が価値があるんで。なるほど、はい、ロスが出るぐらいだったらドラのペー打っちゃうってことですだと思いますね。はい、あと自身がペーチャなんでね、相当切りやすかったですね。ああ。泣かれる心配はあまりないですもんね。はい、一歩前進。はい。真相で目いっぱいと。ええ、いいシャンテンです。二階堂。まあ阿久津は白夜発も泣いて行くでしょうかね。いや、ちょっとわかんないですね。はい、泣かないパターンはあるんじゃないかな。はい、あの。なんかね、本一とか自然になっていく感じだったら動いてって高くなるパターンがあるんだけど、はい、今回動くと両面両間でちょっとギリギリかなっていう感じ。あとペーチャなんで、はい、下茶にね2着目の親の大谷さんがいるってことで、あ、これでさすがに動くかな。はい、ちゃんたもあるイーシャンテン。分かんないな。でもね、両ピンが2枚切れだから、両ピンとか出たらね、チーしやすいし、もちろんスーピンもそうだけど、打点に大差はないから、はい、あ、なんだけど、その両冠を選ばなきゃいけないポンテンは結構なんか心情的にはあんまりしたくない。うーん、あ、これで両ピンがなくなりましたね。でスーピンもないん、ほぼないんですよね。両面スーピンゼロですね。スーピンないですね。スーピンも山から消えた形ですね、はい、今ので。さあ、トマタケ、はい、これでどうするかな。そうですね、これで3ピンいいピンになるんじゃない。
あやっぱりチリピンがフリテンだった。ああ。天敗だ、うん、二階堂はい天敗しましたが、ここは闇天に構えます。薬なしの換算品、ちょっとまあ受けっていう前に打点がないからね、リーチはちょっとしづらいですよね。こうなると大谷さんチャンスかな。あ本店それでも取った関連品すんのかな、はい、逃げれの関連品の方にした。はいちゃんたもありますが、でも天敗だったよ関連品、今打たれた関連品だけど、はい、これで魚谷に天敗が入りました。どっちかというと関連品トップ目の阿久津さんに仕掛けられたことで、はいもう圧かけて下ろしちゃおうっていう方が強いと思いますね。はい。そうなると阿久津はどこまで押すでしょうかね。いやどこまでも押さないと思う。どこまでも1枚も押さないんじゃないの。これはウーマンのワンチャンス。はい。比較的打ちやすかった。あ、アキさんサブロー級になって、これなら勝負になるね。ええ、切ってリーチだよ、多分。リーチでしょうか。さすがに。あ、でもこのリャンピン。うわー、こんな形で関連ピンが上がれちゃうことあるんだ。はい、あとチャンタ2000点の上がり。まあワンチャンスといえど3万しっかり押して引き出しましたか。はい、引き出したってわけじゃない。アキさんもね、上がったら。はい、3面チャンですからね。ちょっと大谷さん消化不良ですか、まあ、思った通りにちょっとならない、ね、リーチした後に、はい、その晩さっき回ってこなかったし、今回は降りてもらう牌がいかなかった、はい、アクセスさんのところに、はい、ということでオーラスは割と2着取りの感じになりますかね。大谷さんはね、トップになるには羽直が必要。オーラスです。トラローマン。現在阿久津が 45,500 点と大きなトップ目に立っています。阿久津さんはまあ親でこの手配ドラドラなんで、はい、とりあえず、ね、仕掛けても上がりにはいくと思います。友竹さんはラス抜けのためには万願ツモ、はい、羽ツモでちなみに2着ですね。万願ツモで秋を逆転。数層だって。いいシャンテンですね。はい、嬉しい関数層引きで。アキさんもいいシャンテンです、はい、アキさんは多分両方カンチャンなんでチーテン取ると思いますけどね、はい、3品もチーソーも。そしてアクツは初頑固、二階堂仕掛け入れまして、ね、はい、ね、ここはカン3品で転敗、単葉ドラドラ。結構これはでもチーテンっぽく見えるんじゃないかな。まあ、チュンがね、天敗打敗なんで、はい、その前がね、パーマンのトイト落としなんで、ええ、結構、まあ、地位点寄りに見えても全然おかしくないというか、まあ、見る人は見るんじゃないですか、守備力高い人とかは、地位点の可能性から探るんじゃないですかね。はい、こう3品、もしかしたら阿久津が少し危ない可能性が。うん、っていうのが阿久津さんの中にもあるんだけど、はい、自分がねウーピン統一の3ピン余りだからまだピンズの中ではちょっとマシかもしれないと思ってテンパれば打ち出されそう。あでも今ウーピンが通った。でもこれあれか、逆にワンチャンスになる ね、はい、ね。まあ、でも想像の上打ってくんじゃないですかね。パーソー急走比較的安全に見えるからチーソーチーだからね。はい、で魚谷、あ三品、あ3品、この3品、はい、ないね、報酬となりました。秋の上がり単葉ドラドラの5800点。さあ秋連チャンとなります。南4局1本馬ドラは2品ソーズで1メンツ。さあ友竹はこれ はもうこれはチャンタか国士、はい、チャンタか国士か。そして阿久津手配いいですね。阿久津さんはシャーチャなんでシャーポンチクでしょう、はい、かなり後継、はい、谷はちょっと苦しいか、後継残りの廃止、はい、
谷さんはこれは未着浮上のためにはマンガンが必要になった。順調ですね。カス、はい、カスピ引き入れてイーシャンテン。武さんもなんかちょっと面白くなりそうだけど、ただ遅いわ、はい、これでもう絶対のやつに変わりましたね。ちゃんとできた、はい、ちゃんと候補もできて、近瀬のシャーも統一。大谷さん国士かな、これ図本一か国士だけど、国士よりかな。相当現在8種ですね。武さんも国士に行った。はすると手の内に、まあ、国士がいるのと、ピンズがドラ、ニャンピンがドラなんで、あまりピンズの下目の4連休持っててもうまみがないってことだと思いますね。はい、まあまあこれ今裏目になりましたけど、この時に上がりたいだけの阿久津さんがドラ筋の連目ができちゃうっていうのもありますよね。うん、上がりづらくなるから、はい、もうピンズの下目は有効性が低いっていう判断ですね、これはね。で、ナオンは手の内に。二階堂はポンテンチーテンありますでしょうかね。ちょっとドラのない単位、まあドラが今来たから、はい、その前だったらあったんだけど、ドラが1枚あることでちょっとポンテンは取りづらいかな。打点で勝負したい。ただ、そうね、あ、シャーチーマンがね、あ、シャーは泣くか、国士2人いるのに。イシャンテン、まあポンテン取るかな。アキさんもトップ目に動かれたことと、あとチーマンがね、カンチーマン受けあるんですけど、チーマンが2枚切れてることで、あー、トマタケが2枚切っています。ちょっともう全然に価値を感じてない可能性はあるな。さすがどうしましょう。馬も2枚切れでしたね、これはね。大谷は国士ありますかね。あと10枚まで来てるんじゃない。はい、大竹さんは9種類。パンマンで止まりましたね。10巡目で、あ、もうギリギリですね。仕掛けを受けてるってことで、はい、トムダケさんはもう受けに回るということですね。はい、嘘、仕掛けに打ちづらいけど、パーソーの方からになった。はい、三層、はい、残しましたね。まあ四畳杯を入れ替えただけですけど、ああ、どうだろう、どっちもより安全には見える。あ、赤嘘を引いて天敗。赤嘘、はい、タンヤオドラ赤赤。あ、天敗、はい、二階堂にも天敗入りました。そうですね、先に数万打てたことって、はい、ここはカンチーマンでリーチ。スーマン自身が効いているので数字になるのと、結構マンズの上が良さそうな。うん、ただ阿久津さんと、はい、マチが被っている。はい、阿久津スーチーマン。阿久津さんからの50は現状ではない。ないですね。はい。さあ挟まれた2人はどうなるか。うわ、一発も見事。なんと2回と一発で詰まりました。リーチ一発詰もタイヤを。4000オールは4100オールの上がり。数万切り良かったですね。まあね、どっちも飛んでて、はい、難しい道をたどりましたよ。はい、効率でね、そうず2面決めちゃうパターンもあっただけに、はい、これでトップ目になりましたか。あ、まだ足りないか。
あと3000点差ぐらいですか。そうですね、まだ阿久津の方がトップ目です。トータルポイントを考えると阿久津は今日はこれはトップで終わりたいですよね。まあそうですね、さっきのね、はい、その105回戦も確かオーラストップ目から一応ねまくられで2着に落ちちゃってるんで、はい、またかよって思い始めてる頃だと思いますよ。なんとかトップ持ち帰りたいと思いますね、はい、トップ取れればね、トータルが200に乗って多分まあ今のままトップだといくつになる、60ポイントぐらい加算されるから2位まで行くんじゃないですか現状。まあ首位のね広芝さんは340持ってますけど、今このままのポイントだと61ポイント加算だと、そうですね、2位61ポイント加算だと226ポイント、ね、2位の本田さんをかわし、はい、かわせます。サワラス阿久津は、はい、マンズの方がいい形、チーテも取れるやつ、はい、チーテも取れる、これどっちももうチーテ取りますよね多分ね。阿久津さんも悪くない、はい、ちょっと一通も見えるでしょうか。そして玉竹ドラドラ、うん、赤も1枚あ引いた、はい、これは嬉しい、山数万、はい、4万からうん、マンズばっかり来て、ちょっとマンズがね。で、大谷さん行って進んだ。はい。これは純ちゃん狙いで行きたい。はい、7、8、9が2つできています。二階堂は一気通貫の一シャンテン。なるほどね。ニャンマンが3切れだったから E マンになると。縦にも来ない、はい、3切れ。E マンそのものも3枚切れか。うわ、だけどそのニャンマンが来ちゃった。さあ、ここは。あんま良くないって思ってればいいスーピン決めるもあるけど、うわ本当だと一通は見切っての、瞬間一通は見切る形ですか。はい、これはまた、まあ、入れ替えて、はい、難しいけど、はい、打つかな、打たす、じゃああくまでも上の3色は狙っていくってことですね、はい、まあ、大谷さんちなみに倍積もだと2着になります。倍積も条件ということで3色までも追おうってことでしたけど、ここでそうですね、一品が起こったことで今度はもうドラ短期に勝負を絞る形になりますか。はい、バーストを切って上の3色を見切っていきました、うん、大谷、あ、これは、はい、闇天です。阿久津単野を赤赤で転敗、そして、そして大谷転敗だ。うん、切って闇天。もう終わらせるところですね。ちょっと、おっと来たよ。そして二階堂も転敗。さんはリーチなんじゃないかな。はい。三人転敗状態で、二階堂が、はい。一通までこだわったイースピンですけど、すごいよく見えるけど、大谷さんにね、イーピンがあんこなんだよね。そして阿久津はリャン。阿久津はね、押していくんじゃないですか。ね、うわ嘘になっちゃった。これは阿久津さんの上がりかもしれない。おいや回避、いや回避しました、素晴らしい、慎重にと思いきやまた一発一発だ、はい、リーチ一発積もでピンフ2600オール、なんか一発多かりません今日、そうそうそうちょっとパッと思い出せなかった、まあ、アクさん一回やってましたよね、105回戦の、はい、阿久津さんもやってるかか、パンチそう、あと出上がりの一発が多いのか、アクさんが嘘をつかんじゃったやつとか、あ、そうでしたね、そう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 、でもね今のも魚谷さんがねすぐキャッチしちゃって阿久津さんの当たり牌をでも、はい、見事に、はい、ちゃんと消してまでイースを切って、でもその隙をつ、ね、ついてのつも上がりでしたか、アキさんの、はい、これで結構差ができちゃいましたね、阿久津さんはちょっとモヤモヤっとしてるかもしれないですね、またまくられたってなってますね、これで阿久津とアキの差が8000点となってしまいました、
まあ、ただその3着以下に落ちるパターンが相当少ないので、一応マンガン狙っていくと思いますね、阿久津さんはね。マンガン出上がりからトップ返り咲きなんで、はい、友武さん転敗した、で、すが、まあ、スナンコ一緒スナンコ一本かな、ね、何イーペーコ、はい、何に大谷さんからうっかりポロリが取れれば、はい、着アップですね。で、安走直撃条件、はい、3200の3本馬、4100直撃ならラス抜け、はい、そして、まあ、それ以外は見逃しだと思いますね。まあ、今イースを引いた時に、うん、つもり3暗号に受けるっていうのは、まあ、それはやってないですけど、まあ、やらない、やってないです、はい、あとはそして大谷も結構ドラドラでマンズの本いつでという、1326でもうギリギリラス抜けだ、ね、はい、1326でラス抜け100点変わるね、はい、レアンソーツモだからレアンソーツモ上がるね、あと赤ウソツモも、あ、赤ウソはまだ誰の手にもありませんね。レアンソー危ないけど、あ、123とかある、あ、言いそうになった、とりあえず出ない。ただアクスさんの連想結構危ないけど、これは見逃され、はい、してもらえるやつ、見逃し、まあ、打たれないけどね。で、大谷さんにメンホンのイーシャンテンが入ってる、はい、メンホンドラドラのイーシャンテンです。今度は、倍直じゃ、あ、積もったっけ、あ、でもこれどうするんだろう、積もぎりだと思いますよ、これは積もぎり、うん、これが友竹流ですよ、はい、ちゃんと期待に応えてくれましたよ。今度は出上がりの直撃もなくなったので、ええ、積も数1本になっていくんですけど、2枚目が出た時のポンテンとかは、はい、まあ、渋々はパターンとしてはあります。はい、さあ皆さん、現状転敗しているのは友竹だけになります。アクツイシャンテン、そしてこの3層はどうするんだろう、さすが、ね、まあ、に1枚目なんでスルーですね、はい、そして赤ウソは二階堂のもとへ、なんかここも立て立てしてきたけど、はい、これはチートイツに決めましたか、はい、アクツさんはチートイツのイシャンテン、うん、6万が2枚切れの牌、2枚切れの牌が1社あったってことでチートに決めやすい感じでしたね。はい、のね、ん、これはアンカン、まあまあ、リンシャンで振り手に行っても上がるでしょう、はい、リーチはしない、シンドラは、はい、あ、シンドラローソーです、ローソーってアクスさんに乗ったんじゃないの、あ、これ若干ローソーは、はい、阿久津に2枚、若干手広くなるけど、どうする、シャーションパイ、1枚切れのトンの方打った、はい、ウオタニ本一イシャンテン、あ、ポンテン取れる、うん、ドラのポンテン取れるね、うん、ペン3万ので、シャーが出る、シャーどうする、シャーどうしますかね、動かず、仕掛け数、はい、動かず、ここでウオタニにペン3万の転敗、本日ドラさん泣かれたドラで、うん、はい、上がり目がないので切ってゆく、お、トイトイもついた、はい、あれじゃない、リャンマン短期、本日トイトイ三案子ドラさんもあるよえ、うっかりアクさんが打つと着、あ、じゃあアクさん打つと着落ちよ、今のところリャンマン短期ですね、アクさんがうっかり打ってもダメか、着落ちか、まあ、二階堂はもう引き気味でしょうか、さんまさんまさん、間違えた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 、はい、打ち替えてますが、玉竹は行くっていうことですね、今ただの本が残ったところでもう一品切っちゃってますから、もうね、マクスさんはもうここでギブってことですね、はい、マンズ2枚余ってのチートイツ、つもば1回じゃちょっともう1枚も見合わないんでやめました、まあ渋々のやつがここで出ましたね、はい、で
ついに。そこで三層ポンして役割の。あ、皮肉。はい、リアンソー積もってもいいんですだっけ。いや、でも、太い面からのポンだったんで、積もではなかったです。あ、そこそこ。シャア。シャア、ロンジャン。シャアは。友竹さん。うわ、やめた。自身でシャア切ってますが。すごいね、これ。はい。いや、最後のシャア止めは見事だね。はい、ここは二人転敗で流局です。そうかそうか、リャンマーはトモさんの現物だったのか、そこ間違いか。それではトップより二階堂、ね、2着に阿久津、3着魚谷、4着友竹、以上の並びで106回戦終了しました。はい、では本日の対局ご覧になられまして、藤島プロいかがでしたか。まあ、なんか結構最後の曲とかめちゃくちゃ面白いし、はい、オーラスがね、こう、まあ、秋さんが結果ねまくってトップ取るんですけど、その道中のね、はい、こういっぱいいっぱいのね金結構面白かったですよね。あの、はい、オーラスゼロ本場から、まあ、ここまで最後はね、こうあの要はラス争いの方が日焦点が行きましたけど、ここも面白い掛け合いがあって、友竹さんのね、はい、上がらずからの、そうですよね、うん、はい、最後の大谷さんもねシャア止めるあたりとかね、はい、そうでしたけど、まあ阿久津くんはちょっと今日はしょっぱい日になっちゃいましたか、ね、まあ2着2着ですけど、両方がね、オーラストップ目にいてからのまくられだったんで、はい、まあちょっとしょうがないとかありましたけどね、うん、まあちょっとモヤモヤしてるかなとは思いました、うん、まあでも自分らしくやれたとは思ってると思いますよ。 あの いいところ結構あったし、はい、うん、まあそんな感じでしたね、うん、まあまあ M リーグ今オフシーズン中ですけど、まあ牧さんも大谷さんもあの、ええ、まあいつも通りな感じのマージャンが割と見れたんで、うんうんうん、はい、いいんじゃないですかね。それではポイントの方が出ました。阿久津は 2着2着と、現在トータルポイントが 182.1 ポイント、友竹は3着ラスト現在マイナス 86.5 ポイント、魚谷はラス3着で 87.8 ポイントのマイナス、そして二階堂はトップとマイナス200ポイント超えからマイナス 101.0 ポイントまで回復しました、はい、では本日はフォーカス M シーズン7105回戦106回戦の模様をお届けいたしました。そして次回のフォーカス M は107回戦、108回戦となります。高宮真理選手、本田智弘選手、一つ井真也選手、宮内小杖選手、実況は大月レミプロ、解説は友竹正治プロでお届けします。以上をもちまして、本日のフォーカス M 終了させていただきます。藤島プロ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。視聴者の皆さんもありがとうございました。それではそろそろお開きにしたいと思います。ごきげんよう。